really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her soul, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? おはようございます。あ、皆さんおはようございます。ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。今日も気持ちよく晴れております。関東は今日はですね、後半にねお話しすることをさっきちょっとまとめてたんですけど、後半だけじゃ収まらなそう。今日と明日にこうね分ける、第2部、2部制にするか、もう本当あの今から話し始めても11時ぐらいまでかかるんじゃないかっていう。トレーニングなしでも今から始めても1時間のライブができちゃうんじゃないかっていう、なんかそんな感じがしますね。この長くなっちゃったな、随分。今朝重いキャンプ道具を運んだので準備運動になってるはず。おー、キャンプ、今ちょうどキャンプとかね、すっごい気持ちいい時期でしょうね。夏の前、これからキャンプシーズンですね。キャンプが好きな方、心地よい筋肉痛です。いいですね。今日でね、あのメイントレーニングも5日目になりますよね。なのでランジからのバランスタッチも今日で完成ということで、10回頑張りましょう。で、筋肉痛がねある方は、まあ無理せずに回数ね5回とかに減らしたりとかねしていただいても構いません。あ、前半後半で、あ、前編後編で OK です。あ、そうですね、そういうのもいいですよね。まあ、毎日やってるからあんまりこう極端に長くしすぎずにちょっと割ってですね、ちょっと前編そして明日は後編みたいなね、そんな感じでもいいかななんて思ってます。昨日のラストね面白かった。はい、あの画像差し替えるの忘れてまして、ミスをしましたね。ライブなのでね、そのあたり編集できないんで。で、明日からねまた、新しいトレーニングにね切り替えていきますんで、もう今日のね動きは一旦ラストというかねになります。だいぶやっぱ5日間やると慣れてきますよね、体がね。あんまりこう動きがきつくない、まあ今日から始める方もいると思うんでね、今日始める方はまあ無理はしないでください。皆さん、ここにご参加いただいている方はどういう生活をされているんだろう。結構皆さん、あの出席率が何て言うんですかね、こう毎回同じ方がチャット入れていただいてるんで、お家にいる方なのかな、家で仕事してたりとか、ね、なかなかこの時間って本当はね、一番見ていただける時間とかだと夜とかにやるのもいいと思うんですけどね。
YouTube とかでやっぱ SNS が見られる時間って皆さんお仕事から帰ってきた後の8時とか9時とかあのあたりがやっぱ一番ピーク時間帯だと思うんで、まあ、ただ今にはちっちゃい子供がねいますんで、なかなかその夜の時間帯とかって結構バタバタしててですね、ライブがちょっと難しいなーなんていう状態なんですけどね。あ、平日休みの勤務、あ、そこそこそこ、なるほど、はいはい、平日にお休みがある方とか専業主婦ね、専業主婦の方とかと一緒に やれたら面白いなと思って僕も始めてますんでね、そういう方がいっぱい来てくれたら嬉しいなーなんて思うんですけどね。自宅警備員です。自宅警備員ってどういうこと、なんか連絡があったらあの出動するみたいな、そんな感じ。自宅で待機してて連絡があったらいつでも行きますよみたいな、そういう状態かな。あ、ピカケゴロさんおはようございます。今飲まれてるのは何でしょうか。これあの皆さんあのご存知、三品茶です、ね、お茶です。 BCAA とかね EAA とかではございません。ただのお茶です。ジャスミン茶ですね。今日はデスクワークで休憩です。あ、デスクワークで休憩、はいはいはい。お家でお仕事されてる方も今多いですもんね。仕事を辞めたてですってジョニーさんいいですね。なんか嬉しいですね、こういうコメントが入るとね。なんかあ、こう今自分がやばいっていう状態の時とかにもね、こういうコメント見るだけで、あ、自分だけじゃないんだとかって安心しますよね。そして明るい感じがいいですよね。仕事辞めたてですっていうね。あ、農作業をしながら耳だけ聞いて足トレーニングだけやってる。おー、幸子さんすごい、なるほどなるほど、はい、無職です、いいですねいやー、僕どっちかっていうとそっち側の人間っていうかね、こうなんかみんな頑張りすぎなんじゃないっていうね。結構この意外と学校行けなくなっちゃったりとか仕事行けなくなっちゃったりとか、そういう人の方がね、なんかもしかしたらスタンダードな認識というか、当たり前がきつすぎてそうなっちゃってるわけでしょ、行けなくなっちゃってたりとかねするわけなんで、意外とだから今子供たち学校行けなくなっちゃってることが増えたりしてるのかもしれないですけど、もしかしたら僕たちの方が間違ってて、そっちの子供たちの方が合ってる正解の子供たちが今生まれてきちゃってんじゃないかななんて思ってるんですよね。自分たちがおかしかったんじゃないかっていうね。みんなすごい入れてくれて嬉しいね。もうちょっとしたら始めますからね。あと 1,2 分でね始めましょうね。夜のお仕事から塾でお仕事してます。へー、すごいな。ちゃんと寝れてるんでしょうか。健康にはね、健康第一ですからね。健康体がないとやっぱり健康なこうメンタルにならないんでね。やっぱりメンタルは体が元気じゃないと、ね、気持ちが、だからやっぱそこ心身の、ね、一体ですよね、やっぱね。だ、気持ちをちょっと持ち上げたければやっぱ少し体を動かしていくっていうのが大事ですよね。在宅制作のお仕事ね、なるほど。あ、いた、ピアノの講師いましたね。ピアノの講師で2時から9時までレッスンしてます。へー、習いたい、なおかさん。早朝勤務で早朝勤務帰りです。朝に仕事して今帰ってきたって、そんな状態。みんな面白いっすね。いろんなみんなの話聞きたいですよね、僕の話じゃなくて。カウンセラーの、あ、ミントティーさんカウンセラーなんだ。ほとんど家での仕事、これからの時代には合ってるかもしれないですね。カニ座の時代的には家でできちゃうよっていうね。働きたくなさすぎて困ってますそれが普通なんじゃない、意外と。まあ、でもね、楽しければこうやって皆さんと、僕だってこれも仕事と言えるの、仕事と言えるのか、こうやって皆さんとコミュニケーション取ってニコニコしながら楽しんでやってるわけですから、やっぱ楽しいと思えることが仕事になるっていうのがまあベストではありますよね。今後そういう世の中になってほしいもんですね、全員が。仕事辞めた途端に鈴木さんのライブ配信が開始されたので仕事辞めてよかったまあでもね、こうなんか次のステップに動き出すきっかけになってくれたら嬉しいですね。
はい、すいません。これなんかね、本当ずっとこのまま1時間やれちゃいそうだから、ちょっとトレーニングだけ最初やっちゃいましょう。皆さんね、インスタグラムの方は、YouTube ライブの方に遊びに来ていただければ、今からトレーニング、今日からやれるトレーニング、簡単なトレーニングなんで、一緒によろしかったらお付き合いください。ではこちら失礼します。ここのチャットを見るとね、あのアーカイブ組もね、ほっこりしますよ。アーカイブ組は今、一生懸命お仕事してるから、外で。もしかしたら、まあ、楽しくお仕事されてる方、それはそれでいいんですけどね。きついなって思いながら外でねお仕事されてる方もいると思うんでね、みんなが楽しく仕事できる仕事をしてるっていうね状態になるといいですよね。みんなしたらもっともっと優しくなれる気がするんですけどね、なんかね。はい、では行きましょうか。今日ねメイントレーニングラストです。はい、では本日もですね、お水休憩等は取りませんので、皆さんのペースでお水休憩も取ってください。途中、回数がきつければ、無理してついてこなくていいです。止まったりとかね、回数減らしたりとかしながら、ご自身のペースで行ってみてください。はい、それではまずマット横に開いてですね、ランジの動きからです、ランジ。膝90度、足腰幅ですね。ダウンアップを10回行います。はい、今日最後ですから、かかとちゃんと意識しましょう。かかとが下がってこないこと、やってるうちに下がってくるのは足が疲れてるのね、疲れを逃がしている証です。かかとをしっかりと上、真上に持ち上げた状態で10回ダウンアップいきましょう。どうぞ。1、膝はね床つきません、ギリギリぐらい。2、3、丁寧に、4、5、あと半分、6、7、8、9、はい、ラスト10、上で止まります。はい、前の足に、はい、引きつけて左足でバランス取ります。はい、右手で床タッチ10回、床タッチ1、体を腰切る、なるべく胸を張って、2、何回足ついても大丈夫です。3、4、軸足軽く膝をね緩めてタッチです。5、お尻の伸び、ももの後ろの伸び感じて、6、7、8、あと2回、9、はい、ラスト10、はい、 OK、 1回降ります。足振りましょう。5回から始めて、今日5日目でね、6、7、8、9、10とやってきました。今日からスタートの方はこれ10回かなりきついと思うので、5回とかで止まってね、足を下ろして足振って待っててください。では反対側行きましょう。左足が後ろ、90度、膝ですね。はい、アップ、はい、両手腰に、ダウンアップ10回からいきます。どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラスト10、上で止まって、前の足、右足で、はい、バランス、左足引きつけますね。はい、では体格の左手で床タッチ、1、10回いきますよ。2、3、なるべく胸を張って、4、5、6、7、8、9、
ラスト10。はい、OK、ダウンです。足振りましょう。お尻とね、ももの後ろに刺激をね、今入れました。そこがしっかり疲れている方は上手にできてた証です。ではふくらはぎの動きです。つま先正面、腰幅、拳2個分ぐらいの幅です。かかとのアップダウン、親指の足ですね、親指の母指球を意識しましょう。小指の方に意識がいくと、足首が外に開いてしまいますね。これ綺麗な、刺激がふくらはぎに入りません。綺麗なふくらはぎを作るためには、親指の母指球意識で綺麗にまっすぐこのまま足が持ち上がってきます。20回いきます。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。もう10回。1 2 3 4 5 6 7 8 9。ラスト10。降りて OK です。はい、足振りましょう。小呼吸を置いて、はい、で OK、ストレッチです。両手を組んで上に伸びます。息を吸って、はい、吸った息吐きます。皆さん右に倒してください。右へ、はい、もう一回息吸って上、吐いて反対左、はい、もう一回吸って上、はい、手を下ろします。では左右に体振りましょう。全身でね、左右に振ってください。上半身だけグッとひねるんじゃなくてね、骨盤から足の方からもひねりましょう。左右にね、少しずつ、そして大きく大きく、はい、 OK です。はい、ではマットに両膝を下ろしてください。右足、右手の外まで持ってきましょう。右足は右手の外、重心、はい、深く前に落とします。股関節周りのストレッチですね。胸を張ります。息を大きく吸って、はい、吐きます。深くどうぞ。はい、そして小さく揺らぎます。前後にちっちゃく揺らいで揺らいで、はい、前後にちっちゃく揺らぐときは前の膝が外側にこうね、ちょっと回るようなイメージですね。外側、外側です。はい、ちっちゃく前後に動かしたら、今度は大きく前後に行きます。はい、お尻後ろに引いて、つま先が天井です。ももの後ろ伸びますね。前に戻して、はい、後ろ、回数数えません、ご自身のペースで。はい、後ろと前ゆっくりどうぞ。膝伸びきる必要ないので、曲がっててもね、十分にももの後ろ伸びますので、いける範囲で構いません。はい、もう一往復。はい、では前で止まったら、後ろの足、かかとをお尻に近づけます。はい、お尻がグッとね、上がってしまってると、ももの前全然伸ばせませんので、まずお尻しっかり前に下げること、そして胸を張ることです。猫背になっててもももの、ね、前伸ばすことできません。胸を張って、そしていける範囲で、少しリズムよくですね、動かしながら筋肉を緩めていきます。はい、 OK。 では左右入れ替えましょう。左足、左手の外、はい、まず重心深く落とす、お尻落とす。はい、そこで大きく息吸って、はい、吐きます。はい、ちっちゃく揺らいで揺らいで、前後に小さく揺らぐときは、はい、先ほどと一緒です。膝少し外に回していくイメージですね。外に回していくイメージ。はい、小さく前後に揺らしたら、今度は大きく後ろにお尻引いて、はい、そして前です。お尻後ろに引いたときは、つま先がね、天井に上がりますよ。そして膝裏、ふくらはぎまで全部、ももの後ろまで背面全部伸び感じます。つま先も持ち上げる。はい、ペース、リズムはお任せします。ご自身のペースで。はい、もう一往復。前で止まって、
はい、胸を張ってお尻を高さしっかり落としてから、後ろの足かかとをお尻に近づけます。はい、ももの前ですね、ここが伸びるように、ももの前が伸びるように、はい、胸を張って、はい、OK、 足後ろ戻しますね。はい、ではここから体幹腕立て伏せの動きに入ります。昨日からの動きちょっと思い出してください。両手肩の真下で肩幅ですね、一直線にセットをします。余裕がある方だけ右足アップで10秒、そしてその後膝を肘へ交互に行きます。10回、最後にもう1回キープの10秒が入ります。ここでは余裕がある方は反対の左足のアップ10秒キープ、そして最後に膝を下ろして手を開いて腕立て伏せを10回、この流れですよね。はい、きつい方は足上げる必要ありません。ご自身のオプションに合わせてください。では肩幅に手セット。はい、まず一直線キープできましたか。お尻高くなってないですね、低くもならずに一直線なるべくキープします。はい、そこで右足アップ、はい、10秒キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、右足下ろして、この右足左の肘へ、はい、戻したら左足右肘、交互に10回どうぞ。右から1左2右足3左足4右5、6、7、8、9、ラスト10で止まって、はい、余裕があれば左足アップで10秒キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、足を下ろして膝を下ろして、そのまま腕立て伏せに入ります。手の幅1個開きます。肩幅よりも少し開く。はい、手と手の間に頭じゃないです、胸を下ろすので、ちょっと前に飛び込むように手と手の間に胸、10回どうぞ。曲がる範囲で1、ちっちゃくてもいいですよ、2、余裕があれば少し大きく、3、4、5、あと半分、6、7、8、9、ラスト10、はい、 OK、 お尻後ろ引きましょう。ストレッチ、はい、 OK、 体を起こしますね。上半身おしまいです。最後腹筋ですね、休憩取ってくださいね。お水等も取っていただいて構いません。準備ができましたら背中をマットに預けましょう。はい、ラストスパート腹筋です。両膝を立てて、両手ももの前です。膝のてっぺんを目指して顎を引いて、おへそをしっかり覗き込むことで体丸めることができますので、顎が上がったままなるべくアップしないように、顎を引いて頭しっかりとね、顎を引いた状態でおへそを覗く。そうすると目いっぱい丸められますよね、上半身ね。丸めるってことが腹筋に効かせるポイントになります。頭の重さがねどうしてもきつい方は両手頭の後ろでもね全然大丈夫です。どっちでも OK。 はい、では両手ももの前セット10回いきます。正面どうぞ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、はい、 OK、 ダウン、両手床です。両足揃えていただいて、揃えた両膝を胸に引きつけます。この際お尻まで一緒にグッと持ち上がるように、膝がですね、ももが胸に近づくくらいまで、胸にくっつくくらいまで腹筋の力でお尻を足から持ち上げていきましょう。10回いきます。どうぞ、1、引きつけるときに息を吐いて、ふっ、し、ご、ろく、
7、8、9、ラスト10。はい、 OK です。はい、一呼吸。はい、今の足の動きと前半の正面からのアップ、交互にいきます。正面から1ですね、で2で両手床、3で足を引きつけて、4で下ろします。この一連のね動き、コンビネーションを5回だけ頑張ります。はい、では両手ももの前セット。はい、1、2で両手床、3で足、4で下ろします。2回目、2、2、3、4、3、2、3、4、あと2回、4、2、3、4、ラスト5、2、3。はい、 OK。 また少し休憩、では休憩しながら見ててください。ラストスパート、最後の腹筋の動きです。90度、両膝90度から右足45度に伸ばして、床ギリギリまで下ろします。これ床つきません。帰りは自然に戻して、反対左足も伸ばしてから、この足の重さを腹筋にぐーっと乗せていきますので、一気にね下にスッと伸ばすのではなくて、一回伸ばしてから、45度伸ばしてから重さをね、足の重さを腹筋にかけていきましょう。では90度セットです。両手腹筋支えてもいい、腹筋をね触りながら、硬さを感じながらでもいいし、床で支えていただいてもどっちでも大丈夫です。では右足からいきましょう。はい、伸ばして下ろします。1、はい、左、2、右、3、左、4、右、5、6、7、8、9、10。はい、90度です。はい、もう1セットです。きつい方は全く同じ動きで OK です。またはやらなくても大丈夫です。ここでおしまいでも大丈夫です。余裕がある方は上半身アップの状態で、ラスト右からもう10回だけいきますね。でいきます。右からどうぞ。1、左、2、右、3、4、5、あと半分、6、7、8、あと2回、9、ラスト、10、はい、ダウン。 OK、 お疲れ様でした。これでおしまいです。一呼吸置きますね。ウエスト少しひねって、腹筋のねストレッチ入れましょう。両膝右に倒します。目線足と反対に落として、両手は胸のラインで広げて、はい、そこで大きな深呼吸1回、息を吸って、はい、大きく吐く。はい、左右入れ替えましょう。両膝左、目線は足と反対に落として、はい、そこで大きな深呼吸1回、息を吸って、はい、吐きます。はい、OK、センターに戻ります。はい、では体を起こしましょう。お疲れ様でした。お水取ってください。今日のトレーニング、これでおしまいです。お疲れ様でした。あ、楽しかったです。ありがとうございます。今日からねスタートだった方は、腹筋がちょっとねきつかったと思います。ちょっと回数がね腹筋が今回多かったんでね、あまり無理はせずついてきていただけたらと思います。はい、お疲れ様でした。いや、結構みんないろいろ、皆さんの生活を書き込んでいただいて面白いですね。あ、マキさん、33年勤めた会社を退職して今
専業主婦33年って超すごいですね。すごすぎません？33年か。鈴木さんの仕事が羨ましい。本当ですか？これ今日からできるじゃないですか。スマホがあれば始めちゃってください。ここにいるメンバーはとりあえず行きますよ。急にね、スマホでライブ始めてね、なんか100人ぐらい見に来たらマジで緊張しますけどね。先ほどのね、塾でのお仕事イコール夜の仕事ということなんですね。なるほど。夜の仕事として塾でのお仕事が夕方から始まると、スタートするということなんですね。すいません。僕の勘違いで、なんか夜の仕事と塾の仕事一緒にやってるんだ、大変だなみたいな勘違いが起きてしまいました。はい、 HMB 最近よく SNS で見るんですが、効果があるんですか？効果があるって言ってる人もいますけどね、僕ももう、経験はしたというか、試してはみましたけどね、あんまりよく分からなかった。それこそさっきのこの、 BCAA とか EAA ですらいるかなっていう感じに僕はなんか思っちゃって、普段水とかお茶しか飲んでないです。ライブでもどこかの回でサプリメントに関してね、僕がお話しした回があったと思うんですけど、結構ね、いろいろと僕も試すの好きなので、サプリメントもいっぱい試しましたけどね、最終的にはそれがなきゃダメな体っていうのは自然なのかどうかっていうところにね、行き着いて、ちょっと量を減らしてるっていうような状態ではあるんですけど、やっぱり何でも試してみるっていうのは非常にいいことだと思うんですよ。例えばトレーニングをやっていくにあたっても、はい、じゃあここ BCAA とか EAA が入ってます、初めて飲みますってなると、なんかトレーニングがちょっと楽しくなったりもするわけですよ。それで効果がある、んじゃないかなとかね、そういう気持ちにね、だって新しいことを始めるってそういうエネルギーも入るので、何でもいろいろ試してみていただきたいなと思うんですよね。HMB でもそうですね、一般的に僕の周りで見ても、なんかずっと取り続けてますっていう人は比較的少ないように感じるんですよね。なんかマストではないんじゃないかなっていう気はするんですよね。試してみて効果があれば、すごい効果を感じたら続けてみるのもいいんじゃないかなと思うんですけどね。鈴木さんは YouTube 以外にどんなお仕事をされてるんですか？僕はですね、YouTube を一つの、広告媒体という形にして、プライドボディっていう、コミュニティというか、そういうプログラムを販売してたんですね、これまで。今はこうやって皆さんと一緒にやってしまってるんですけど、YouTube で僕のことを知っていただいて、でメールマガジンにご登録いただいてですね、プログラムを販売してたっていうね、そういう過去がありますね。あとは実際にこのスタジオに、今日ね、この後ちょっとお話しさせていただくんですけど、テーマがね、僕の履歴書っていう履歴書なんてほとんど書いたことがない僕がですね、これまでの僕が、鈴木さんがどういう経緯で今そこまで、はい、ここに来てるんですかというのも、初回からお話しするのはね、ちょっと面白くないかなと思ったんですが、ここまでね、約1ヶ月弱ぐらいね、こうやって皆さんとやってきて、ちょっとその鈴木さんの履歴書聞いてみてもいいよってね、思っていただいている方もちょっと増えてきたかなと思うんで、そんなお話をさせていただこうと思ってるんですけどね、実際にこのスタジオにリアルでお客さん来ていただいて、パーソナルトレーニングをね、やったりとかっていうのもしてるんですけども、ほとんど今はその子供がちっちゃかったりとか、送り迎えだったりとか、習い事だったりとか、結構僕がねやってるんで、新規のお客さんをどんどん入れてるみたいな、そんな状態ではなくて、昔からのお付き合いがある方を継続してやってたというような感じですかね。
後ほどね、僕の履歴書をお話しさせていただきますね。はい、三日坊主を抜け出せたのはライブのおかげです。おー、ありがとうございますね。一人にでも何かお役に立ててたらもう本当嬉しいですよ。あ、今から仕事です、小松さん。はい、ライブはメイクしながら聞いてました帰ってきてからテレビで見てやります。はい、行ってらっしゃい。はい、ということでですね、あ、はい、ありがとうございました。プライドボディガールズね、はい、ガールズ楽しかったです、ありがとうございます。あれから3年、もう3年前にやっていただいたってことですね。ライブの方が好きです。あ、そうですかね。こんな毎日お話にお付き合いいただきましてありがとうございます。それでは握手会とか何かそういうのやらない握手会いる、僕との握手いる。いや、本当嬉しいですね。そうやってなんか皆さんがね、あのライブね、やる気になりましたとか、 ありがたいですなんて言っていただいたら本当にその頑張っちゃいますよすいません、ちょっと今日ね、ちょっと長くなりそうって言ってるのに、ここでちょっと引っ張ってたらあのマジで終わらなくなりそうなんで、まあ11時までっていうふうに決めてるんですけど、まあまあそこに関してはあの細かくやっていこうというふうには今思ってないんで、お付き合いいただける方はね、あのお付き合いください。途中でなんかもうこの話飽きたなと思ったら途中で切っていただいて構いませんので。で、僕もね、僕の履歴書という形でこれまでの話をね、生い立ちをお話ししていくわけなんですけれども、自分で書いててもこれおもろいのかとあの面白いように脚色してしまったらリアルじゃなくなるじゃないですか。面白おかしくしちゃダメでしょ、やっぱその嘘ついちゃダメだから。だからあんま面白くもないかもしれないんだけど、まあ、僕はそういう経緯があって今ここに来ましたっていうのをね、まあ、今日どこまでお話できるか分かんないんですけど、ちょっといきますね。あの巻きでいきますね。はい、僕の履歴書。ただね、僕結構記憶力があんまなくてというか、幼い頃の記憶がほとんどないんですよね。思い出せる範囲で、だからちょっと文字にこう書き起こしながらじゃないと思い出せなかったんでね、何もなくて思い出しながら話すってことは多分無理だなと思ったんでね、書き起こしました。はい、まず3つ上にですね、兄がいます。なので2人兄弟の次男です。達也鈴木は次男坊として生まれます。で、親父はですね、亭主関白というか、まあ、ちょっと一昔前のお父さんって感じですね。厳しめです。今はだいぶ丸くなりましたね。だって親父からしてみたら子供2人は僕と兄貴ですから、兄弟男2人ですからね、どうしても厳しくなりがちですよね、同性に対しては。ただうちあの子供が、僕の子供は2人とも女の子ですから、孫が女の子ですからね、子供たちにはもうデレデレですよ。あの自分たちがこう感じてた父親の威厳はないですね。で、当時親父はですね、消防職員で救急救命士として働いていたので、当直とか夜勤っていうのがある仕事なんですよ。僕のね、この記憶だと2日行って、まあ、2日行っての2日目っていうのは泊まり込みでやってくるので、翌日帰って、午前中に帰ってきますよね。午前中に帰ってきたら、その午前中から1日、その日1日は休み、翌日も休みなので、子供からしてみると2日行って2日休んでるっていうぐらいのイメージ、そんなサイクルだったように思います。ちょっと違うかもしれないけどね、そんな記憶がありますね。だから夜勤明けで帰ってくる日には機嫌が悪い、夜勤明けじゃない日も機嫌が悪い確率は高い、そんな父親ですね。で、父親はいつもあの車が好きなんですよ。だからよくね、でっかい外車を乗ってたわけです。シボレーのアストロとかね、ダッジラムとかね、その車の音が聞こえてくるわけですよ。お家の最終コーナーあたり、お家があるところの近くのコーナーを曲がってきたあたりから、もうすぐうちの兄貴とパッとこう目が合うっていうね、あのエンジンの音はって、めちゃくちゃ親父の車の音に敏感だったわけです。車の音がするとですね、
兄貴と目を合わせて、まずリビングのねテレビのチャンネルを NHK に変えます。アニメを見てたところ NHK に変えます。でそのアニメを見てたという証拠を隠滅してですね、速攻で2階のばあちゃんの部屋に行くんです、兄貴と。なんかリビングにいたらいたらなんか言われるのが嫌だからね。ただその2日行って2日休みみたいなそのサイクルの親父がいない日も多いわけですよ。そんな日はですね、まあ、兄弟揃って羽を伸ばせる日もあるわけですね。で親父以外みんな優しかったんで、母もばあちゃんもじいちゃんも、まあ、母はね基本的には何でも常に応援してくれるスタンスなんで、あんまり何かを言われたっていう記憶もないんですよね、母から。いつもまあ自分たちがね兄弟が話すことっていうのを興味を持ってなんか楽しそうに聞いてくれてたっていうだけで、まあ、常に応援してくれるスタンス、助言をするっていうスタンスはないんですよね、あんまり。常に兄弟と母ちゃんが親父から怒られるみたいなね、そういう状態。家族旅行も遊びに行ってんだか怒られに行ってんだかよく分かんないみたいな。スキー旅行とかだとね、あのやっぱちょっと一昔前なんでスキーとかが流行ってた時代もあるじゃないですか。スキー旅行ではまずリフトに乗らせてもらえないんですよ。カニ歩きであのだいぶ上まで行って、ちっちゃいんですよ、まだめちゃくちゃちっちゃい、幼稚園ぐらいの頃からスキーとか多分やらせてもらってるから、カニ歩きで上まで登ってって、ある程度で転び方から学べっつって転ばされたりとかね、なんか軍隊ですかっていう、全然楽しくないっていう、楽しませる気がないみたいな、まあ、だから上達も早かったのかもしれないですけどね、兄貴と一緒にね。ちょっと大きくなった頃にはだからだいぶ上手になってたんで、もう親父とかあの母ちゃんも関係なく、もう両親はカフェで休んでる中で兄弟2人でもうあの行って楽しむぐらいにね、どん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 上達はしてったんですけど、スタートの頃とかはなんか本当合宿に行かされてるような感じでしたね。キャンプとかでもテントの張り方とかね、そういう準備段取りでめちゃくちゃ怒られるっていう、まあ、これも全部小さい頃の話なんですけどね。でも小さい頃の記憶ってあるわけですよね。はい、まあ、そんな家庭で育ちました。結構親父が厳しめだったっていうね。はい、そして小学生でサッカーを始めます。僕のだから運動歴は小学校で初めてサッカーを始めるっていうところですね。当時ね、日本が初めてサッカーのワールドカップで出場を決めたと、日本中が盛り上がってた時です。中田英寿さんとか中村俊輔さんとか、そういう世代わかります？なんか日本代表のユニフォーム、この辺に炎が入ってるみたいなやつ、はい、あの時代に僕はサッカーに目覚めたわけです。サッカーを始めた頃の夢はね、もちろんサッカー選手ですよね。でその後小学校から始めて中学高校までサッカーを続けるんですけど、中学校の段階ではね、もうサッカー選手の夢は諦めてます。なぜかというとですね、まあ、僕運動神経はいいんですよ。運動神経はいいっていうのはどういうことかというと、目で見たものを、はい、やってみてって言って再現するのは比較的上手な方というかね、脳での処理を筋肉に伝えるっていうのはうまいってことなんでしょうね。運動神経はいいんですけど、運動能力の一つ、持久力がとてつもなく弱いですね。どちらかというと瞬発的な短距離のタイプなんですよ。だから筋肉が比較的肥大しやすい、大きくなりやすいわけですよね。マラソン選手の方が細いでしょ、体が。 100m 選手の方が筋肉が発達してますよね。まあ、ああいう遺伝の違いっていうのは人にはあるわけですけど、まあ、比較的だから筋トレにおいての筋肉の反応がありやすい体質ってことですね。まあ、これはですね、親父もそうだし、うちの母ちゃんもそうだったんで、で兄貴もそうなんで、もう遺伝です。なので僕以外の家族はみんなバレーボールをやってました。バレーボールって永遠に走るっていうスポーツじゃないでしょ。あのボールが飛んできた時に瞬発的にジャンプをして、だからそこの瞬発力が必要ですよね。ジャンプをするっていうのは瞬発力ですから、ジャンプをしてアタックをする。で基本的には止まってるっていうね、めちゃくちゃ持久力が大事な種目というよりかは瞬発の力っていうのが重要なんじゃないかなと思うんですね。そんなスポーツを僕以外の家族はねやってましたね。バレーボール一家でした。まあ、そんな中で僕はサッカーをやってたわけですね。そして昔からこういう雰囲気なんで
なんか真面目な雰囲気に見られがちで、立候補ではなくてね、チームメートからの推薦で中学校では副部長、高校では部長を経験することになります。ただ持久力がありません。部長なのに走り込みの練習で常に後輩の背中を追いかけることになります。もう絶対にですね、努力以外の要素が関係しているとしか思えませんでしたね、当時から。だからその時点でサッカー選手はまず無理だと早い段階で悟ってたわけです。中学校の段階でですね、サッカー選手の夢を諦めた鈴木少年は、当時流行っていたジュークとかユズとかの影響でアコースティックギターにも趣味でハマってました。中学校の頃ですね。なので高校ではですね、軽音楽部にでも入っちゃおうかなって思う時ありますよね。なんかね、皆さん軽音楽部かっこいいな、ギター持っちゃおうかなみたいな。ただここでも親父が出てきます。鈴木家のルールというか親父のルール、運動部以外は禁止っていうルールがありまして、結局高校でもサッカーを続けることになります。ちなみにですね、高校は受験に失敗しまして、滑り止まった私立の高校に行くことになるんですけど、高校受験に落ちた時にはですね、特に親父から何か言われたって覚えないんですよね。あ、そうか、なんか電話かなんかで言ったと思うんですけど、母ちゃんと一緒になんかその合否を見に行って、あ、落ちた、ない、そんな状況の中で親父に連絡、多分電話でして、あ、そっか、まあ行ったその場所で頑張ればいいんだよみたいな、そんな感じのことを言われた記憶があるんですよね。結構厳しい親父ではありましたけど、決まってしまった過去のことに対してネチネチ言うタイプではないっていうね、まあ、そういういい面もありましたね。なんかね、今思うとこうやって書き起こしてみるとおもろいですね。あ、こういう面はなんかいい親父だったなとかっていう、気づけるっていうね。はい、そんな高校生活ではスポーツ推薦で入ってきた不良、ギャルをで、まともなやつが数人、そこで部長を経験させてもらえたわけですね。滑り止まるような高校ですから、結構イージーに入れる高校ってことです。で、一方ですね、僕が第一志望で落ちた高校、行きたかった高校、公立の高校ですね、普通の、あ、県立の高校、中学校のサッカー部のお友達とか結構行ったんですけど、みんな最後までサッカー続けなかったんですよ。そこもなんかね、ちょっとやんちゃな子たちがその代多かったみたいで、結局最後まで部活を全うしきることなくですね、やめてましたね。だから高校受験にある意味僕は失敗をしていい経験させてもらえたっていうことなのかなと思うんですね。はい、そして、高校の部長、サッカー部部長、練習中に股関節の怪我をします。はい、それで練習とか試合に出られなくなりますね、 ある一定の期間。でも部長なので毎日練習には参加して練習のサポートはしなきゃいけないですよね。部長が練習に出ないってことにはいかないのでね。だからみんながボールを蹴ってる時には僕はボール蹴ることできませんから、股関節がもう完全に壊れてたんでね。確か股関節、剥離骨折って言ってなんかこう剥がれるような骨折をしてしまったんですよね。股関節のどこかをちょっと忘れてしまいましたけど、そこで僕はね、筋トレをスタートするようになるわけです。何もできなかったから、みんなが練習中に何もできなかったから筋トレを始めるわけです。これもね、怪我というマイナスな出来事がきっかけになってるわけですね。で、当時 K1 が流行ってました。テレビでも格闘技がね、いっぱいやってた前世紀ですね。格闘家の正人さんとか山本キッドさんとかの、ああいう体に憧れてですね、腕立て伏せとか腹筋をやり込んだわけですね。で、先ほども言いましたけど、僕の体のタイプは瞬発系なので、自重のね、自体重の腕立て伏せだったりとかでもそれなりに筋肉がついてくるわけですよ。あのベンチプレス、バーベルとかを持たなくてもね。だから高校生にしてはそれなりになんかね、こう胸板っていい体してるじゃんみたいなね、そういうポジションを獲得しまして、練習に参加できない部長の威厳をね、筋肉で維持していたわけです。
だもうなんかこう首からホイッスルみたいな笛でピーってやりながらですね練習のこう指示を出す。でも本人はボール一切蹴れないっていうね、怪我してるから。コーチみたいな感じの部長でしたね。はい。でそれでラストのラスト、最後の方の試合出てたかどうかちょっと記憶にございません。最後まで怪我してたんだったか、復帰できたんだかちょっと忘れました。ここ飛ばします。そして部活をまあ引退することになります。途中で辞めたわけではなくてちゃんと3年間全うしまして部活を引退します。高校生活の最後、部活引退してからちょっと残るじゃないですか。そこはですねバイクに乗りたいなって思い出して、で当時ですね、まあ、今はあんま流行ってないのかな、バイクって言ってもビッグスクーターって言ってスクーターの中2人乗りができるようなどでかいやつありますよね。中型の免許とかで乗れるんですけど、なんかあれに乗りたいなって思って、バイクを買うためのアルバイトを始めます。はい、僕の最初のお仕事アルバイトはホームセンターの本館と DIY 館ってありません？ホームセンターってなんかこうお花が売ってたりとかする場所と本館は日用品が売ってる場所、その DIY 館の園芸コーナーのプレハブ小屋でレジをやってました。お花とかエクステリア資材とかそういうのをこうなんかピッピッてこうやってスキャンしてお会計をする、まあレジバイトですね。で周りはもうほぼパートのおばちゃんたちに囲まれてですね、だ結構可愛がられてましたね。なんかね若い子が入ってきたみたいな、まだ高校生ですからね。で当時お花とかに全く興味ないの でお花とかってお花の苗とかに全部バーコードが当時確かついてなくて、レジの横になんかこういうなんか紙みたいなのがこうやってあって、なんかそれでこうなんかあこのお花ねピッみたいな、そういうのあるじゃないですか。お花の名前が一切分かんないっていう、持ってこられたお花がこれ何なんだっていうね。だから結構ねそのご年配のパートのお姉様方にだいぶ助けられましたね。あ鈴木君それパンジーみたいな、なんかそれ何々みたいな、あそうですかピッて言ってね、そんなアルバイトしてましたね。はい、そしてさっき言ったホームセンターだと DIY 館と本館っていうのがありますよね。その本館の方の日用品とかを扱っている本館のレジのアルバイトの子と帰り道が同じだったりしてお付き合いすることになります。まあ高校生の、中盤ぐらいとかでもなんかお付き合いした子もいるんですけど、部活もやってるし、なんかそれってお付き合いと言えるのかどうかってよくわかんないようなお付き合いをしたことあるんですけど、数ヶ月ね、この高校最後に出会ったその子はね、なんかまともにお付き合いした子、初めてまともにお付き合いした子かなと思うんですけど、同い年でお誕生日が同じだった子ね、結構長くてね5年ぐらいお付き合いしましたね。高校の最後からお付き合いが始まって、4年間の大学在学中、そして卒業してからも続いてたんで結構長かったですね。はい、でその彼女が過去にプールを習い事でやっていた時にですね、競泳の選手コースっていうのに入ってたらしいんですよ。まあ、皆さんもプール習ってた経験ありますよね。でその時に選手コースってありましたよね。きっとちょっとできる子たちは集められて大会に出たりとかね、そういうタイムを競う選手コースにその彼女が入ってたらしいんです、過去に。なのでその当時のコーチからその競泳のね選手コースのアルバイトやってみないっていうふうに彼女が誘われてですね、まあ、ホームセンターのその本館のレジのアルバイトからの引き抜きがあったわけですよ。でまあその彼女もね、あやってみたいなってきっと思ったんでしょうね。水泳のコーチとしてのアルバイトを彼女が始めるんですね。で彼女がそうやってやりがいのある仕事をやり始めたってことに彼氏である僕は焦りを感じ始めるわけですね。だって僕ホームセンターの DIY 館のプレハブ小屋にいたわけですから、その時まだね、いやこんなことやってる場合じゃないぞと、新たなやりがいを求めてですね、いくつかのバイトを転々とし始めます。だそこを辞めるわけです。こんなとこにいてはいけないと、その頃にはもう大学生になってますね。高校は卒業して大学生になってます。はい、いくつかのバイト、
ユニクロを1週間で辞めるっていう経験をしたことがありますね。ユニクロ時給はやや高いな、よし行ってみようって言って入るんですけど、当時はですよ、当時は制服がねまず支給じゃなかったんですよ。でしかも季節ごとに変わるお洋服、店内で売られてるものを着てくださいね。でそれは車販は聞くんですけどね、何パーセントっていう車販は聞くんですけど、自分の自腹で買ってくださいね。なのでいやそんなことをしていたら時給がちょっと高い恩恵は一切ないなと入ってから気づくわけです。そして結構ね体育会系な店長だったんで、女性のね小柄な小さな店長だったんですけど、めちゃくちゃ体育会系で死ぬ気でやってんのかっていうね、毎回修例というか営業が終わった後の修例とかで結構怒鳴ってましたね。もっと死ぬ気でやれと、僕はまだ それをダイレクトにそれを受け止めれるような存在でもなかったんでね、ちょっと一歩後ろのバイトを始めたてですからね。2人ぐらい同じ時期に入って、もう一人の子、確か女の子だったと思いますけど、その子はね2日ぐらいで辞めてましたね。だから任されたことが、2人に任されたことが全部自分に、新人の全部ね僕にね全部やらなきゃいけないことになったりとかして、で僕も1週間で無理だなと、辞めようと。でも僕は辞めた後に重たいこう足かせみたいなのを引きずりたくないっていうのが常にあるんですよ、昔から。なので一緒に入ってきたアルバイトの子1人はただ飛んだだけでいなくなっちゃった、2日目から来なくなっちゃったみたいなだけでしたけど、僕はちゃんとその店長に面と向かって辞めさせていただきますと、何言われてもいいからとにかく面と向かって辞めさせていただきます。ボロカスに言われましたね。お前はどこに行っても通用しないと。はい、おっしゃる通りですボロボロに言われて、はい、でもそうするとね、はいその通りですって言って、どこでも通用しません、そんな僕をね1週間雇っていただいてありがとうございましたって、まあ、そういう形で終わりにすると自分の足かせはなくなるじゃないですか。あの時ああいう形で終わらせちゃったからなみたいなね、そのユニクロの前通るのが恥ずかしいなとかって思いもないし、ちゃんと辞める時はね面と向かった方がいい、まあ、僕の考え方ですけどね。はい、でその後ジーンズメイトっていうね町の洋服屋さんでジーンズを売ったり、デニムの裾上げをしたり、洋服を畳んで品出しをしたり、だから僕洋服畳むのめちゃくちゃ早いんですよ、綺麗だし、洗濯畳んだりするのパパパパって全部綺麗に、しかも横が揃うっていうね畳み方ができます。それはそこで身につけたスキルですね。これはね1年か1年半か2年弱ぐらいやったかな。はい、でもですね、お付き合いをしていた彼女より、当時ねまだねお付き合いしてた彼女より全然ね、これだと、よしこれをやるぞと思えるような仕事をしている感覚は一切なかったわけです。彼女はねキラキラと仕事をしているのが羨ましかったわけですよ、隣で見ててなんかやりがいを持ってねやってる彼女が羨ましかった。そしてそれを自分と比較してね、なんか自分が情けないなと、なんか満足してなかったわけです。でそこで思ったわけですね、いや彼女がそんだけ楽しいんだと、やりがいを持って働いてるんだって言うんだったら同じことをやってみようということで、まあ、彼女と同じではないですけれども別のスポーツクラブにアルバイトの面接を受けに行ったわけです。これが大学2年生ぐらいの頃ですね。でプールを彼女のようにこう競泳コース、選手コースとして頑張ってた経験はないんで、まあ、プールのセクションっていうのはフィットネスクラブっていうのはプールセクション、フィットネスセクション、あとはフロントセクション、この3つが主にあるんですけど、まあ、プールはまずないなと、そんなに頑張ってやってきた経験ないし、まあ、筋トレに関してはねその高校時代の怪我の影響と K1 選手の影響を受けてね続けてましたんで、もうフィットネスセクションしかないだろうということで、そこのセクションをねフィットネスを選んで面接を受けました。でそこのねジムのフィットネスセクションの、まあ、トップのねチーフをしている方にすごくねよくしてもらえて、一緒に働くチームの雰囲気もすごい良かったし、当時楽しかったんですよねやっぱり。ですぐにねスタジオのレッスンとかも任せてもらえるようになって、
スタジオ大体30人40人ぐらい入る箱ですかね、そういうスタジオで大学生の僕が皆さん大人の方たちの前でね立たせてもらってレッスンとかをやるっていうね、そういう経験をさせてもらえるようになったんですね。その時にねレスミルズのプログラムとかをに出会うわけです。まあやるようになったわけですね。ボディパンプとか知ってる方もいますよね。フィットネスクラブ通われたことがある方はね、ボディコンバットとかボディアタックとか知ってる方もいると思います。僕はねボディパンプと、まあ、そういうバーベルのレッスンですね、筋トレ系のレッスンとボディヒーリングっていうヨガとかピラティス、太極拳なんかの動きが混ざったようなちょっとゆっくりしたようなね、まあ、ストレッチ系のレッスンをやってました。だからこの時の経験が BPM トレーニングにもつながってるわけですね。レスミルズのプログラムっていうのは全部音楽に合わせていくので、その時のトレーニング非常に素晴らしかったなっていう思いは常に僕の中でもあったんで、 BPM トレーニングっていうのも音に合わせて体を動かしたら単調な動きでも意外と皆さん続けられたり、ちょっときつい動作っていうのも音楽がもうちょっとで終わるっていう意識があるとラストスパート最後10回頑張れたりとかっていうことを経験をねここでしてるので BPM トレーニングを作ったりとかしたわけです。11時過ぎちゃった。ちょっと皆さん行って行く？このまま行く？このまま行く？今日行こうか。 1時間20分コースぐらいになっちゃうかもしれないけど、いいか行こうか。行け OK 行けがあるから行くね。はい、今日行くところまでじゃ行くね。はい、じゃ行きます。それでようやく心から楽しめる仕事が見つけられたんですけど、あっという間に大学の卒業が訪れてしまうわけですよ。それに出会ったのが大学の2年生だったから、もう2年間ぐらいしかフィットネスクラブのアルバイト経験できなくて、もう卒業。じゃあスポーツジムのスポーツクラブの社員さんになればいいじゃんっていうね意識もあると思うんですけど、そういう意見もね、近くでやっぱ見てるわけです。でフィットネスクラブって結構こうやって大きいけれども、ほとんど中で働いてるのはバイトさんたちで、フィットネスセクションのチーフだけ社員、フロントセクションのチーフだけ社員みたいな社員さんって少ないんですよ。でそういう人を近くで僕たちは見てましたから、アルバイトとして拘束時間長いなと。フィットネスクラブお金の面にしてもそんなに魅力的なお金はいただいてないなと、そういうの見えてたんであんまり魅力的に思わなかったんですよね。スポーツクラブの社員さんはないかなと。なので大学在学中に就職活動もまあ周囲とね足並み揃えて 2,3 回はやりました。ただフィットネスクラブでのアルバイトがもうピークで楽しかった時期なので、どの会社もねなんかあんましっくりこなくて、そのままアルバイトの延長のような形でフリーのトレーナーの道を選ぶわけです。就職しなかったってことですね。アルバイトをしていたそのスポーツクラブのよくしてくれた、面接をしてくれたフィットネスセクションのチーフいますよね。その方がね僕が大学を卒業する、そのだいぶ前、ちょっと前にですね、一足先にスポーツクラブから離れて独立されてたんですよ、パーソナルトレーナーとして。なのでその方の元でですね、ちょっとお勉強するというかお世話になるような形で、まあ、フリーのトレーナーの活動をスタートさせます。ただそこだけだとやっぱり生活もできなかったというか、お仕事もそんなにあるわけじゃなかったんで、他のねスポーツクラブとかを掛け持ちするようなフリーのスタイルでスタートさせます。楽しかったそのフィットネスクラブっていうのはですね、当時パーソナルトレーナーという制度がなかったんですよ、そもそもそのスポーツクラブの中に。なのでそこにいたままだと、楽しい場所ではありましたけど、そのままそこにいてもパーソナルトレーナーとは何なのかというものも学べないじゃないですか。その人がそのスタンスで働いている人がいないから、その場所に。なのでそこは一旦やめまして、パーソナルトレーニングとは何なのかと、どんな仕事なのかというのを学ぶためにですね、新たに都内のスポーツクラブにねアルバイトで入り直します。違うスポーツクラブにね。でパーソナルトレーナーというお仕事を近くで見ながら、スポーツクラブのアルバイト業務をやることになります。アルバイト業務なのでやってたことは高校生の時にやってたこととあんまり変わらないです。ただ現場で
プロのパーソナルトレーナーさんのお仕事をどんなことやってんのかなっていうのがただ見れるっていうことに関してだけちょっと違うだけでね、大学生の頃にスポーツクラブでアルバイトしていただけですよね。バイト先を変えても特にスキルがあったわけじゃないです。なのでパーソナルトレーニングをやっているスポーツクラブに行ったとしてもすぐにパーソナルトレーナーとして活動なんかできませんよね。何のスキルもないし、そしてそのスポーツクラブの認定の試験っていうのもありますしね。この試験受からないと、ここではパーソナルトレーニングやれませんよっていうものもありますんで、すぐにはやっぱ活動はできないわけです。スポーツクラブのアルバイトとして、アルバイトですから人が足りないところに配属されるわけですよ、スポーツクラブの中でね。だからプールの監視のガード知ってます？こう高いところに乗ってこういうふうにやってプールをずっと監視してる、ね、方いますよね。ああいうガードをやったり、キッズのプールを教えたりもしましたね。アルバイトだからね、本当しょうがないですよね。ここにちょっと行ってくれと言われたらもう行かざるを得ないんでね。特に昼間のプールの監視ガードはね、マジで俺は何をやってるんだろうっていう感がねマックスでしたね。ほとんどの記憶がねなかった僕もあれだけは鮮明に覚えてますね。誰もそもそも泳いでないんですよ。誰も泳いでいない昼間のプールを監視し続けるよしって言ったって誰も泳いでねえじゃんっていうね。でめちゃくちゃ暑いんですよ、温水プールだから。めちゃくちゃ暑いプールサイドをね、誰も泳いでないとこぐる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 回りながら、でたまにこうペーハーとかね確認したりするんですよ。塩素のね濃度を確認したりとかして、この状況をどう打開するかってことをずっと考え続けてましたね。パーソナルトレーナーになるって言って都内まで出てきてプールの監視やってるっていうね。4年生の大学を出て就職もせずにパーソナルトレーナーになるために東京に出てきたのに、プールのガードと子供にクロール教えてるって意味わかんなくない？まあ、子供は可愛かったですけどね。俺がやりたいことじゃないんだけどって思いながらやってましたけど、そこでよし、これはもう勝負をかけるしかないなっていうね決断に至るわけです。僕はパーソナルトレーナーをやりますんで、もうここのプールのガードとか子供にプールを教えるというこの部分はシフトにもう入れないでくださいと、当時シフトを組んでくれてたチーフに言うわけです。とは言ってもお客さん一切ついてません。そして現場では自分より経験が豊富な先輩のトレーナーしか活躍してません。さあどうする達也。そこでですね、僕が考えた打開した、そこの環境を打開した案というのがですね、その当時少しずつ流行り始めてた加圧トレーニングの資格を取るということだったんですね。で、加圧トレーニングっていうのは、まあ、ここにこう圧をぐっとかけて血流を制限して、乳酸を貯める、その状態で動くことによって乳酸が貯まるのが早くなります。軽い負荷ですごい効果のあるトレーニングですよっていうね、まあ、知ってる方も多いと思うんですけどね。加圧トレーニングは特許がかかってたので、当時はね、資格がないとできないものでした。もちろんマシンもないとできないしね。で、その資格を取るのにマシン代だったりとか研修とかね、講習代とかも含めてトータルね、おそらく当時で260万ぐらいかかったと思うんですよね。だからすでに現場でうまくいっているトレーナーさんたち、先輩たちはその新しい加圧トレーニングを取り入れなくてももう生活が成り立っているので、そこまでお金かけてやる必要もなくない、興味はあるけどさぐらいな感じのものだったわけです、加圧トレーニングが。だからこそ新人トレーナーのね、まあ、僕がそれを取ればですね、新人だろうとなんとか関係なく、もう加圧トレーニングインストラクターです、はいあなた一人ですってなれば先輩たちと同じ土俵で勝負できるなと思ったわけです。リスクは初期投資の260万だけで、これをみんな出せなくて
まあ、出せなくてというか出す意味もないなと思ってきっと先輩たちはやってなかったと思うんですけどね。よし、これで環境を変えられるんじゃないかと思って資格をね取ったわけです。借り入れをしてローンを組んでね。そしたらとんでもないことが起こります。そのスポーツクラブのナンバーワンの売れっ子パーソナルトレーナーさんがですね、加圧の資格を取ってこのクラブで加圧をスタートさせますと言い出したんですね。いや、それはやばくないかと。その人たちと差別化をするために加圧を取ろうと思ったのに、そのあなたが加圧を取っちゃダメでしょと思ったんですけど、やっぱりナンバーワンパーソナルトレーナーですから、そのスポーツクラブでのね、人としても人格者だったわけですよ。その方からね、あの達也なんで達って呼ばれてたんですけど、達、一緒にこのクラブで加圧を盛り上げていこうって言ってもらえたんですよ。それでその方と一緒に加圧トレーニングの体験会のイベントを開いたり、まあ、だから加圧トレーニングに関しては二人三脚で僕にも仕事を回してくれたんですよ。その一人だけ、その方だけに、あのやっぱり最初は集中しますよ、予約が。でもこぼれちゃう人もいるので、それでも加圧を体験したいって方は僕にこう流れてくるわけですよ。対応しきれないお客さんっていうのを僕がね対応させていただいて、そのおこぼれをいただきながら、なんとかパーソナルトレーナーとしての仕事をねスタートさせることができたわけです。だから都内ではパーソナルトレーニングと、まあ、通常通りのフィットネスセクションのアルバイトっていうのを掛け持ちしながらスタジオレッスンとかも続けてました。ボディパンプとかね。そして地元の方で、それは都内の方、地元の方では大学生の時にアルバイトしてた、あのスポーツクラブのよくしてもらった、面接をしてもらったフィットネスセクションのチーフ、独立してる方ですね、その独立してる方のところで、そこでもパーソナルトレーニングっていうのをね、あのお客さん回してもらって、受け持たせてもらって、地元と都内を行き来しながらの生活をしていたわけです。そして、都内でお世話になっていたそのナンバーワントレーナーの方がね、加圧トレーニングで独立するって言い出すわけです。で、そこで僕にも声がかかります。手伝ってくれないかと。で、まあ、僕もですね、あのトレーナー、パーソナルトレーナーという仕事をスタートさせられたっていうね、ご恩がその人に、この恩がありますし、まあ、なんかそういったタイミングがあればお手伝いさせていただきますってことも、まあ、お伝えしてたので、都内ではその方の独立と同時に都内でのスポーツクラブを辞めて、その方が都内にオープンさせた加圧トレーニングスタジオの立ち上げメンバーとして、まあ、そこでお世話になるという感じになります。まあ、そういう生活をね、あの送ってる中で、毎日ね1対1でのお客さんとのパーソナルトレーニングをずっとやってるわけです。で、その中の一人のお客さんから、鈴木君、自宅でできるトレーニングなんか教えてよってお願いされたんです。週に1回しか大体皆さんトレーニングしに来ないんですよ、スタジオに。なので、まあ、週に6日間っていうのはトレーニングしない日が続いちゃうのもなんだから、まあ、あの自宅でできることなんかないと。まあ、そこで、まあ、僕がね、あのじゃあ分かりました、作りますねって言って、お客さんへの宿題用のトレーニングとして、まあ、その当時 YouTube とかももう出始めてたので、動画で撮影して YouTube にアップしたわけです。ただね、当時の YouTube って動画作りが好きなね、ややオタク気味の人しかいない時期だったんですね。収益化とかも始まったばかりだったか、まだなかったかぐらいの時期。で、僕はですね、私生活においては、それ今ずっと仕事の話ですよね。私生活においては、今の嫁と、まあ、出会ったりとかして、前の彼女とは別れてね、今の奥さんとも出会ってて、結婚するタイミングだったんですよ。で、その結婚式って生い立ちのムービーとかあるじゃないですか。赤ちゃんの頃からの写真を見せたりとかして、今に至る2人が出会ってみたいな、その生い立ちのムービーを自分で作るために、ちょうどね MacBook を買ってたんですよ。動画編集ができる MacBook を手に入れてたんですね。なので、お客さんへのね、その動画作りっていうのもあんまりハードルが高くなかったんですよ。もうすでに動画撮影したのを編集するみたいなスキルを持ってたというか、まあ大したスキルじゃないんですけど、動画作りができたので、お客さんに対してもこういうなんか紙とかでこういう感じとかって言うんじゃなくて、
動画で撮りましたんで、これ見てやってくださいっていうふうに渡したわけです、動画を。そしたらその一人のお客さんのためにアップした動画が100回、1000回、1万回再生数が伸びていくわけですよ。一日どんなに頑張ってもパーソナルトレーニングだと10人から15人が限界だったんですよ、時間的にも体力的にも。それが一人のお客さんのセッションをしている間に100回見られてると。動画の中の僕は100回のセッションをこなしてたわけですよ、僕が一人のお客さんをやってる間にね。これは可能性があるなっていうふうに、まあ思い出したわけです。パーソナルトレーナーをやりながらね、片手間で、まあ、空き時間にトレーニング動画を撮影して YouTube にアップするようになったのはその時期ですね。その時期に出会ってる人もいるかもしれない、もう10年以上前ですね。目の前のすでにお金をいただいてるお客さんのために作った動画なので、出し惜しみの要素が一切ない、純粋な価値っていうのを視聴者の方にもね、まあ、それが届いたんでしょうね。いい動画だなって思ってもらえたんだと思うんです、まあ、僕としてもね、もうお金をいただいている方に作ってますんで後半は見せませんみたいな、そんなことはしないですよね。もうちゃんとパッケージにしてこれでやってください、結果多分出ると思いますっていう思いがあってね、作った動画だったんでね、まあ、そんな形で、まだ後半の話もあるんですけど、まあ、それはちょっとじゃあ明日とかにしようっていうことでですね、今日のじゃあ締めはですねまあそういった形で僕がこうやって動画を撮るようになったんですよっていうところまでお話ししました。厳しい父親の影響で今は多分どちらかというと優しいパパになってると思います。家にいて親父がいる時に居心地が悪い子供の気持ちが分かるからです。家が一番居心地が良くなきゃいけないのに、なんでこんな緊張感あんのこの家っていうことを経験してたから、過去にね、親父の影響で今は優しいパパになっちゃった。高校に受験で落ちたことでチームを引っ張る部長を経験することになっちゃった。怪我をしたことで筋トレに目覚めて、それが後に仕事になっちゃった。ホームセンターの一人しか入れないプレハブ小屋からスポーツクラブの30-40人入るスタジオに、そこでレッスンするようになっちゃった。誰も泳いでないプールの監視員からパーソナルトレーナーになっちゃった全部マイナスからプラスでしょ。だから今のマイナスがないと、そのマイナスがないと、その弾みでプラスの出来事って来ないんですよね。だいたいプラスの時っていうのは今でいいと思ってるんで、マイナスの人に抜かされちゃう状態ですよね。プラスだと思い込んでる人っていうのはマイナスの人に今からポーンって抜かされちゃうっていう状態にいるので、危機感がないんでねだからさっきね、チャットとかでね、今無職ですとかっていうね、明るく教えてくれた方もいらっしゃいますけど今のマイナスが必ずプラスになるから大丈夫。それがまたあなたのストーリーになるそしてこういうストーリーに人は引き込まれます。やっぱりどっかから聞いた話ですっていうよりも、自分が経験してきたストーリーに相手って感動したり引き込まれたりするものだと思うので、今のマイナス、必ずそれがジャンプのしゃがみ込んだ状態でプラスに行く、あれがあったからこれに気づいて今こうなんだっていう経験に必ずつながっていくと思うんで、焦るなそんなね、今日はこんな風に終わりにしておきましょう。はい、この後の話っていうのはね、じゃあまた明日パート2、僕の履歴書パート2でお話ししたいと思います。いやー今日伸びたね、1時間20分コースになってしまいました。最後皆さんちょっとチャットをね少し見させていただいて終わりにしたいと思います。どっから、あ、結構皆さん入れていただいてありがとうございます。はい、なんとなく、あ、そういうことなのねっていうね、一人の人間の人生をね、なんとなく聞くとおもろいですよね。いろんなドラマがあってね。そう。でも大体それ僕もね、思い返してみてもマイナスがあって、あ、プラスに転換してるっていうような経験ばっかりだなって思うんでね。
大した人生じゃない。僕も書いててどこが面白いんだろうこれって思うんですけど、まあ、これがリアルなので、まあ、ちょっとでもね、あ、面白かったなとか、なんか参考になったなっていうところがあれば、僕もお話しした価値か甲斐があるというかね、幸いでございます。はい、ということで皆さん、では今日はねこの辺で終わりにしましょう。長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。明日パート2やります。はい、パート2楽しみにしててください、はい、じゃあまた明日、ありがとうございました。失礼します。